こんばんは。これはシマノのホローテック2のボトムブラケットです。約4万1000キロほど使用いたしました。現在は使っておりませんが、やはり使っていないとグリスが固着しているようで非常に回転が悪いですね。ほとんど回りません。今後この BB は使用しませんが、試しにグリスアップをしてみます。小さなマイナスドライバーか千枚通しを使いシールドを外します。あまり無理にこじ開けるとカバーを傷つけることになると思います。中にある薄いシールドを外します。どうでしょう。ほとんど使ってないグリスの状態は固着してるんですね。パーツクリーナーで洗浄いたします。今ちょっとグリッと動きましてね、固着がちょっと溶けた感じですね。裏側からもパーツクリーナーを吹きつけておきます。ひょっとしたらベアリングは外せるかもしれませんが、まあこのままでいきます。さて、どのグリスを塗りましょうか。まあ手元にあるやつはこのようなグリスですが、とりあえずカンパのグリスで塗ってみます。パーツクリーナーは乾燥してから塗ります。使わない BB なので、まあ、適当にやっております。まあ手で伸ばせばきれいになじみますが、ちょっとカメラが汚れますので、一度シールドをはめてグリスを奥に追いやって、今一度シールドを外してもう一度グリスを塗り直してみます。シールドをはめて、余分なグリスを拭き取ります。最後にダストカバーのシールドをはめます。パチンとするまでしっかりとはめます。一応工程はこのようになると思いますが、まあ交換時期が来たら本体ごと交換だと思います。多分ね。
現在使用中の BB は FC の6601です。約31,500キロほど使用しております。一度もグリスアップはしていませんが、このように結構回りますね。セラミックのボールベアリングではないので、こんなもんでしょうね。